どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA の周遊フライトツアーがですね、先日発表になったんですけども、3つですね同時に発表されましたということで、こちらをですね今回まとめてね解説やっていきたいというふうに思います。今回の周遊ツアーで通算4回目の発表ということで、3つね周遊ツアーがね発表されたというふうになっておりまして、まず1つ目ですね、 ANA フライングホーヌチャーターフライトということで、一足早いクリスマスを感じられるアーリークリスマスフライトをご用意しましたということで、フライングホーヌのねチャーターフライトのツアーというふうになっているわけなんですけども、クリスマスをねイメージしたっていった形のねチャーターフライトがね楽しめるっていった形になります。でですね、2つ目なんですけども、今まではですねこのチャーターフライトに関しては成田空港でね出発ということで、成田空港までは自力でね今まで行かなきゃいけなかったわけなんですけども、今回ですね2つ目のツアーでは各地空港からの往復の航空券と宿泊するホテルですね、またはチャーターフライトとかですね、一緒になったツアーがですね発表されたっていった形になります。でですね、3つ目ですね、3つ目に関してはですね、2021年の元旦のね初日の出フライトということで、こちらはですね2つプランが用意されておりまして、日帰りプランもしくは全泊プランということで、またね羽田発と成田発ということで2つね用意されてるんですよね。ですので好きな方をですね利用することができるっていった形になっておりまして、羽田発に関してはボーイング777が利用されるということで、成田発に関しては ANA フライングホーヌがね利用されるっていった形になってるんですよね。でですね、今回発表された3つのツアーのうち2つ目と3つ目ですねセットになってツアーとですね初日の出フライトに関してはですね、宿泊がね伴うツアーっていうことにもなっておりますんで、こちらに関してはですね GoTo トラベルキャンペーンね対象っていう風になったんですよね。今までね周遊ツアーのみでしたので、 GoTo トラベルキャンペーンはね対象外だったわけなんですけども、今回ね宿泊プランがセットになっているものに関してはですね GoTo トラベルキャンペーンがね対象っていう風になったわけなんですよね。でですね、今まではですねこの周遊フライトに関しては機内食っていうのは軽食のみだったわけなんですけども、今回3つね紹介された1つ目のフライトですね、機内食はねしっかり用意されているっていった形になってるんですよね。それではですね、今回発表された3つの周遊フライトについて基本情報をねまとめるとこんな感じになっておりまして、機材に関してだったり GoTo トラベルの対象かどうかもですねこちら分かれてるっていう風になっておりまして、ここでね注意していただきたいなっていう風に思うのは、この周遊時間についてですね、一足先のクリスマスチャーターフライトということで、こちらに関してはですね機内食がしっかり出るっていった形になっておりまして、一番ね周遊時間がね長いっていった形になってるんですよね。で2つ目のね航空券ホテルチャーターフライトのねこちらセットになってるものに関しては、こちら周遊時間ね1時間半ということで、こちらに関してはね機内食は軽食のみというふうになっておりますので、この点はですね注意してね選んでいただきたいなというふうに思います。またですね、航空券ホテルチャーターフライトがねセットになってるものに関しては GoTo トラベルキャンペーンね対象というふうになっておりまして、2021年の初日の出チャーターフライトに関してはですね、こちら全泊か日帰りかね選べるっていった形になっておりまして、日帰りのものに関してはですね GoTo トラベルキャンペーン対象外っていうふうになるわけなんですけども、全泊でね利用すればですね GoTo トラベルキャンペーンね対象っていった形になっております。それでは次にですね、今回のチャーターフライトの特典に関してなんですけども、特典はですねフライトによって微妙に違うんですよね。一応ねここらにね出していきたいなというふうに思うわけなんですけども、ちょっと読み上げちゃいましょうかね。フライングホーヌチャーターフライト、一足早いクリスマスチャーターフライトの場合は特典が搭乗証明書、次ですね全クラス共通でホーヌのねリュックがもらえるっていった形になっておりまして、記念でね380マイルがもらえます。で
フライングフォヌのフェイスタオルですね、あとシャカちゃん2セット、ここからはですねクラスによってね分かれているっていった形になっておりまして、プレミアムエコノミーの場合はフライングフォヌデザインのエコバッグですね。でビジネスクラスの方はフレットシーガーコラボレーションアメニティセットですね。でファーストクラスの場合はグローバルトロッターのアメニティポーチとエアバス A380 フライングフォヌモデルということで、こちらがもらえるっていった形になります。で次にですね、航空券とホテルとチャーターフライトがね一緒になったものですね。こちらに関してはですね、特典としては全クラス共通でフォヌのリュックと380マイルですね、またフライングフォヌフェイスタオルがもらえるっていった形になっておりまして、ここはね違うんですよね。シャカチャンスセットだったものがこちらセットになっているものに関してはエアバス380のステッカーがねもらえるっていった形になっております。でですね、プレミアムエコノミークラスはフライングフォヌデザインエコバッグ、ビジネスクラスはフレットシーガルコラボレーションアメニティセットですね。でファーストクラスはこちらも同じですね、グローバルトロッターのアメニティポーチ、エアバス380フライングフォヌモデルがもらえるっていった形になっております。でですね、2021年の初日の出フライトに関しては羽田発と成田発で分かれてるんですよね。まず羽田発ですね、特典が搭乗証明書、あと飛行ルートカードがもらえるっていう風になっておりまして、次に全クラス共通でフォトフレーム電波クロック、コロンバンオリジナルフールセック、オリジナルポチ袋、おせち風お弁当とお飲み物、これは機内食ですね。あとですね、ボーイング777ということで777マイルがねもらえるっていった形になります。でですね、プレミアムクラスにはグローバルトラッターのオリジナルラゲージタグがねもらえるっていった形になっております。次に成田発ですね、こちらはエアバス380ということでホヌのぬいぐるみ、あとコロンバンオリジナルルーフセック、おせち風のお弁当とお飲み物ですね、あとエアバス380にちなんだ380マイルがねもらえるっていった形になっておりまして、プレミアムエコノミークラスがフライングフォヌデザインエコバッグ、ビジネスクラスがグローバルトロッターのオリジナルラゲージタグ、ファーストクラスはグローバルトロッターのオリジナルラゲージタグとトゥーフロー4 ANA オーガナイザーフルセットということで、まあ、こちらはねもらえるっていった形になっております。またですね、こちらの12月の12日と19日にね行われるフライングフォヌのねチャーターフライトに関してはですね、機内でね抽選会が行われるということで、景品がですねハワイのマリオットボンボンホテルの無料宿泊券という風になっておりまして、こちら対象はですねロイヤルハワイアンホテルの宿泊券、もしくはシェラトンワイキキの宿泊券ということで、まあ、こちら1組2名ということで枠はねかなり少ないわけなんですけども、まあ、こういうのはですね、まあ、機内ということでかなり盛り上がってね楽しいのではないのかなっていう風に思います。またね、マリオット系のホテルということで嬉しいですね、なんかね私もねロイヤルハワイアンホテルで、ね、宿泊したことがありますのでかなり良かったですね。それでは次にね当日の日程ですね。まずですね、12月の12日のですね一足早いクリスマスを感じられるアーリークリスマスフライトの方ですね、12時半から14時半の間に成田空港にねチェックインしていただいて、16時頃にですね成田空港出発っていう風になりまして、約3時間半の周遊フライトを楽しんでいただいて、成田空港夜8時にね到着していただいて、成田ね解散っていった形になっております。次にですね、12月19日の往復の航空券とホテルとチャーターフライトがね一緒になっているツアーですね、対応しているのが新千歳、関西、伊丹、広島、福岡っていう風になっております。でですね、日程はこのような感じになっていてですね、12月19日の朝にですね出発空港を出て羽田到着後、成田にね移動していただいて周遊フライトを楽しんでホテル宿泊っていった形になります。でですね、翌日の飛行機で、まあ、帰宅っていった形になるわけなんですけども、出発時にですね飛行機で羽田行ってそのまま成田行って、でそのまま周遊フライトに乗るということで、かなりねハードスケジュールかなというふうに思います。でこちらね注意していただきたいのは、出発する空港から到着するのは羽田空港っていうふうになるわけなんですけども、周遊フライトは成田空港なんですよね。でですね、こちらの羽田から成田への移動はですね各自自分でね行ってくださいっていうツアーになっておりますんで、この点はですね特に注意していただきたいなというふうに
思います。ここねツアーの一環で入れるの大変だったのかなっていう感じなんですけども、まあ、羽田空港から成田空港ね結構離れておりますんで、利用される方はですね時間等々ねよく確認していただきたいなっていうふうに思います。でですねホテルに関してはね4つから選べるっていうふうになっておりまして、 ANA クラウンプラザホテル成田、成田東部ホテルエアポート、品川プリンスホテルメインタワー、銀座グランドホテルということで、この4つの中からね選べるっていった形になっているわけなんですけども、でですね成田空港のホテルのみですね、朝食はね全部のホテルついているわけなんですけども、夕食はですね成田空港の地域のねホテルのみ夕食もね作っていった形になりますんで、もしね夕食もホテルで取りたいなと思っている方はですね成田空港エリアのですねホテルね選んでいただきたいなっていうふうに思います。それでは次にですね2021年の初日の出フライトですね、羽田発と成田発ともに日帰りプランと宿泊プランがね用意されているっていった形になっておりまして、まず日帰りプランですね、このようなね感じになっております。どちらもですね1月1日のね朝にですね到着して周遊フライトね楽しんでいただくっていった形になっておりますので、かなりね大変かなっていうふうに思いますので、まあ、この点はですね電車等々の時間もあると思いますので注意してね利用してみていただきたいなというふうに思います。次に全泊プランですね、こちらまずね羽田空港からになるわけなんですけども、12月31日にですねお客様自身でホテルねチェックインしていただくっていった形になっておりまして、ホテルに関しては品川のプリンスホテルっていうふうになっております。でですね翌日の元旦の朝ですね羽田空港にね向かうわけなんですけども、空港までね送迎がついてるっていった形になりますんで、かなり利用しやすいかなっていうふうに思います。次に成田空港の場合ですね、成田空港の場合は前日にですね ANA クラウンプラザホテル成田にですねご自身でチェックインしていただいて、翌日の元旦の朝ですねこちらも送迎バスがね来て成田空港までね送ってくれるっていった形になっております。でですねこちらに関してもですね成田空港のプランのみですね朝夕付きっていう風になっておりますので、夕食ね楽しまれたいっていう方はですね成田ね選択していただければなっていう風に思います。それでは次にですね機内食に関してなんですけども、12月の12日にね行われる一足早いねクリスマスを感じられるアーリークリスマスフライトをねご用意しましたということで、こちらのね周遊フライトのみですねしっかりしたね機内食がサービスされるっていった形になります。しかもねホノルル限定のメニューをですね一部アレンジした機内食と飲み物をね用意しているということですので、まあ、かなりね楽しめるのではないのかなっていうふうに思います。でですね初日の出フライトの方のですねこのおせち風のお弁当っていうのがですねどんな感じなのかなっていうふうに思ってたわけなんですけども、ちょっとこちらに関してはですね公式サイトにね写真等々も出ておりませんので、まあちょっとねわからないっていった形になってるんですよね。それではね次に価格についてなんですけども、やはりねここが一番重要かなというふうに思うわけなんですけども、冒頭にも言いました通りですね宿泊を伴うプランに関しては GoTo トラベルキャンペーン対象というふうになっておりまして、宿泊がないものに関してはですね GoTo トラベルキャンペーン対象外というふうになっております。でですねちょっとまとめさせていただいたのこれにバンってね出させていただきますけども、ちょっと赤字で書かれているものに関してはそのね周遊フライトで一番ね安いのが記載されているっていった形になります。でですね往復の航空券とホテルとチャーターフライトがね一緒になっているものに関してはですねこちら出発航空によって価格変わるっていう風になっておりますんで、こちらに載っているのはですね新千歳発の、まあ、こちらはね一番価格高かったんでこちらね載せてさせていただいたわけなんですけども、その路線の価格がね載っているっていった形になっております。今までね周遊フライトね3回行われてたわけなんですけども、今回から機内食もね入ってきたっていうこともありますので、価格が上がっている座席は結構上がってるかなっていうふうに思います。でもですねお手頃なね場所ももちろんねあるっていった形になりますので、まあここはねほろみかなっていうふうに思っております。でですねちょっとまとめたらね分かった部分ではあるんですけども、初日の出フライトのねこちらのエコノミークラスをね見ていただきたいなっていうふうに思うわけなんですけども、エコノミークラスのですね窓側翼の上の座席がねあると思うんですけども5万円も
もしくは5万8000円って書かれたりすると思うんですけども、こちらねプレミアムエコノミーの通路側の座席とね価格一緒なんですよね。こういう点もですねぜひね考慮していただいて予約していただけたらなというふうに思います。それでは次にですね注意事項に関してなんですけども、今回のね周遊フライトの受付自体は全部のね周遊フライトに関してウェブ受付のみという風になっております。またですね初日の出フライトに関しては ANA ねマイレージクラブ会員のみという風になっておりますので、まあ私の動画見ている方で ANA のねマイレージクラブ会員じゃない方ってまあかなり少ないかなという風に思うわけなんですけども、もしね ANA マイレージクラブ会員ねなられてない方であればですね無料でね会員登録することできますので、会員登録してからね受付ねするようにしてください。またですねこちらのキャンペーンについてはメールでね連絡が来るっていった形になっておりますんで、アドレスの方をですね概要欄に載せておきますので、こちらね確実に登録するようにしといていただいて、今回もおそらく抽選になるというふうに思いますし、初日の出フライトに関しては倍率結構高いと思いますので、もしね当選されたのにね逃すみたいなねことがないようにねしていただけたらなというふうに思います。またですねマスクの着用、あとですね体温が37度5分以上あるとね参加できないっていった形になっております。またですね当日はテレビ撮影とかがね入るっていった形になりますんで、了承してからですね応募するようにしてください。でですね一番ね注意していただきたいのは、この周遊フライトについては手荷物の預かりがねないっていった形になりますんで、機内持ち込みサイズを超えるねスーツケースを持ってってしまうと空港でね有料で預けるっていった形になりますんで、まあ、ちょっとね大変かもしれないんですけども、できるだけね機内にね持ち込めるサイズであればですね余計なねお金ねかからないっていう風になりますんで、この点をね注意していただきたいなという風に思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいという風に思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルはですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。